王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どれほどの犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。しかし王といえども迷い悩むこともあるだろう。その時はそばでノクティスを支えてほしい。友として兄としてどうかノクティスを頼む。どうか俺を許してほしい。場所は天国へ。聞こえるか？強かった。無事だったんだね。ああ、それよりノクトが心配だ。別ルートで祭壇を目指す。陽動を展開してくれ。敵の戦力を分散させたい。了解だ。どこか見渡せる場所は？
通過に通過す。
巨神の攻撃により水神が消滅。市街地に展開していた帝国兵は祭壇へ殺到中。戦争を放棄、全体は直ちに撤退を開始せよ。繰り返す、全体直ちに撤退。階段までのルートを東の橋を越えれば行けるだろう。まだあればだが。了解した。迷っている時間はない。向かってみる。健闘を祈る。首相、聞こえますか？何かしら。ノクと救出に力を貸していただきたい。水神と巨神の戦いで今はそれどころではないのだけど、ルシス王もカナニも生きているかどうか。必ず生きています。知らせはしない。兵に情報を集めるよう伝えておくわ。ただ当てにはしないです。
順将、ルナ・フレーナと指輪の捜索はどうなっている？はっ、目下全軍で祭壇を攻撃中ですが、前方に巨神が立ち塞がり苦戦を強いられています。巨神がノクティスを守っているのか。戦闘が長引けばルイス王とカンナギを生きて捕らえるのは不可能。祭壇には私が行く。軍を交代させろ。しかし、この腕のいきさつを知らないわけではないだろう。指輪は回収するだけでは意味がない。承知しました。若造、属国出身の分際で偉そう。どうせ妹の身を案じてるんだろう。祭壇ルートはどこだ？祭壇への道は。まだまだ。よし！
隊に通達。オルティシエ全域より撤退する。3分以内に登山場に集合せよ。ボートを用意してくれ。祭壇に向かう。正気か、無茶だ。王を助けるためだ。頼む。彼の言う通りに。了解です。感謝します。この菓子高くつくわよ。聞こえる。おい、イギリス、聞こえてんなら応答しろ。聞こえている。らしくねえぞ。気持ち。じゃあ分かるが、冷静になれ。そんなんじゃ僕とは救えねえぞ。俺たちも必ず追いつくかね。あんたか。準備はできてる。恩に着る。早く撤退しろ。ここももう持たない。本当に生きてると。当たり前だ。無事を祈る。あんたと王様に。急がなければ。右か。ここからなら祭壇に行けそうだな。ルシス王の側近、あなたの顔は覚えていますよ。
降伏すれば痛みなく殺してあげましょう。断れ。さっさと死になさい。来たか。遠慮なく行きますよ。あなたには借りがありますか。まず手始めにあなたを殺し、紅葉の指輪を手にするのはこの私です。仕方ない、時間が惜しい。こちらから行くぞ。レイベス。